真試合。昨年6月、王者チーム武藤敬司浄土ウィングを破り世界タッグ王座を獲得したグレン対太陽ケア鈴木みのる。その後2度の王座防衛に成功し、年末にはプロレス大賞最優秀タッグチーム賞を受賞。プロレス界を代表する名タッグチームとしてその名を轟かせるグレン対。そんなグレン対への挑戦権をかけて 3.1 後楽園大会、スアマと近藤修司のチームディストラクションとゾディアック浄土リングのブードゥータワーズが激突した。試合は近藤に攻撃を集中したブードゥータワーズペース。しかしその猛攻をしのぎ切ると、今度はチームディストラクションが反撃。激闘を制し生き残ったのはチームディストラクション。全日本の時代を担う若きタッグチームがグレン対への挑戦権を手に入れた。勝つ、絶対勝つ。今度はベルト取ろうぜ。必ず取る、必ず取る。力強くベルト奪取を誓った挑戦者。一方、迎え撃つグレン対は現在ハワイで特訓中ということで、このまま特訓を続けるということなんで、次期シリーズ前哨戦含めケアには休んでもらおうかなと。両国の本番まで俺が一人で相手してやるから、まあ心してかかってきなさい。圧倒的な余裕を見せる王者グレン対。しかしケア温存で迎えた前哨戦、当初の発言とは裏腹に鈴木は大苦戦。チームディストラクションの破壊力の前に敗北を喫した。これが俺らのメッセージだ。これがディストラクションだ。強がっては見たものの、やはり鈴木一人では分が悪く、最後の前哨戦となった 3.11 八戸大会でも敗北。納得のいかない鈴木は試合後もなお2人に突っかかっていったが、やはり多勢に無勢、返り討ちにあってしまった。とそこに突如地元ハワイで特訓中のはずのケアが登場。スアマと近藤を蹴散らし、パートナー鈴木を救い出した。いよいよ待ったなし、タッグ頂上決戦を前にしてついに役者が揃った。スアマ、近藤、両国で、きっちり勝たせてやるからな。覚悟しろ。ああ、手が来たってよ。結果は変わんねえんだ。ああ、両国で力のプロレスを掲げタッグを結成。徐々にチームとして完成の領域に近づきつつあるグレン対。一方、ディストラクション、破壊の名が示すように圧倒的な攻撃力で全てを破壊するチームディストラクション。これはまさに力対力の真っ向勝負。最後に生き残るのは果たして。世界タッグ選手権試合、チャンピオン太陽ケア鈴木みのる VS チャレンジャースアマ近藤修司。選手権試合、散々鈴木にコテにされてきた挑戦者チーム。しかし前哨戦終わってみれば2勝1敗、ブラインドタッチも打ち破り、いよいよベルトも手元まで来た。スアマと鈴木の危険な遭遇、やるかやられるか、力で勝負してやる。チャレンジャーチームディストラクション、近藤修司、スワマ。
ルトラグレン隊出陣。すごいんだよ。ブラインドタッチは破られたが、そんなことは意も介さず、それだけじゃねえんだと自信満々です。あいつらは力だけのプロレス、総合戦闘力をなめるんじゃねえ。突如現れた青森大会でのケア万全で両国へ、取れるものなら取ってみやがれ。太陽フェア鈴木実るチャンピオンとしてこの両国へ意気揚々と入ってまいりました。お前らは俺たちだけを見てればいいんだ。チャンピオンチーム太陽フェア鈴木実るグレン隊の入場です。試合前に株式会社スカパーブロードキャスティング取締役副社長厚見正人様より選手権試合宣言でございます。認定証、この試合は PWF が認定する世界タッグ選手権試合であることをここに宣言する。2009年3月14日太平洋沿岸レスリング同盟会長長谷博史代読。続きましてチャンピオンチームよりチャンピオンベルトの返還です。ベルトが一時戻されます。おっと放り投げるように鈴木。世界タッグ選手権試合60分一本勝負、チャンピオンチーム3回目の防衛戦です。全体のタオル、おお、それを放り投げた諏訪間。さあこのベルトがかけられています。世界タッグ選手権試合60分一本勝負、チャンピオンチームグレン対チャレンジャーチームチームディストラクション。世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チームチームディストラクション230ポイント近藤修司。まずは近藤修司、このパワーで相手をねじ伏せるか。そしてスワマータイトルが欲しいところです。世界格チャンピオンチーム鈴木実の太陽フェアグレン隊、現チャンピオンチームグレン隊3度目の防衛戦です。そしてサバタレフリー和田恭平です。さあ早くも小競り合いです。福さん、はい、鈴木とスワマーがかなりですね相手を意識してますね。これはいやこれはね、僕も何回か試合したことは、はいね、あるんですけど、鈴木の作戦ですね。あ、そうですか、この2人で始まった。いきなりです、いきなりの打ち合いとなっている打撃戦。長野さん、はい、この2人はあの2008年のチャンピオンカーニバルでも激しい試合しましたね。まあ、去年のチャンピオンカーニバルからね、こういういびつな試合をしてますよね。そうですね、ロープに送ったラリアットかます、ショットスリーパー、いきなりのスリーパーホールド。30秒で締め落とされましたよね。宮城大会でしたかね、あれはね。はーっといきなり、そうですね、気仙沼ですよね。気仙沼、3月10日でしたよね、はいはい、危ないですね、スワマが危ないですね。さあどうだどうだ、秒殺か秒殺か、チャンピオンチーム、まあ、鈴木実はね、はい、両国の30秒だよなんて言ってましたからね。あ、強者止めちゃうのかなこれ。ちょっと危ないですね、さあ、はい、ここで、そうですね、あ、危ない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 、ダメか、あ、入ってきた近藤が、
間一発入ってまいりました。危なかった。あ、やっぱりいい作戦というか、このうまいですね。まだスタマキャリアが、ね、はい、ないから、うん、もう術中にはまっちゃうんですよね。淵さんはやはりチャンピオンチームやや有利と見てるんですか。そうですね、まあ、いや今の状況でちょっと本当にチャンピオンチーム有利ですよね。おっとフロントスープレックス切り返していきました。まあ、ダメージ効いてますよね。はい、さあここは今度に任せた方がいいでしょう。さあチームディストラクション、おお、スワマー今度に向かっていく。おお、長野さんやり合いますね、この2人は。そうですね、場外はこのスワマと毎回前哨戦こうですよね。そうですね。さあそして近藤と太陽ケア、さあ客席に思い切って振っていきます。さらにありやすで場外、客席に入っていきました鈴木です。さあリングの中も注目しましょう。近藤周一と太陽ケア、長野さん、はい、ケアが、まあ、ハワイでの特訓と称しました、まあ、特訓と称したバケーションですね。ですね、はい、体がどれくらい仕上がっているのかちょっと分かりません。いやでも多分きっちりやってきてますよ、ケアのことですから、ね、なるほどね。さあ放送席のすぐ横で、ちょっとね、スワマがかなりエキサイトしてますね。まあ先ほどね、はい、ちょっといきなり危ない目に遭いましたから ね、でもここでちょっと冷静に、やっぱりちょっと戦況を、ね、見ていかないとタッグマッチですからね、なくちゃいけないですね、はい、さあリング上では近藤周一うまく太陽ケアを捉えています。レフリーは厳しいですよ。はい、メインレフリーの和田恭平、サーフボードストレッチの体勢になっています。そして今度はチンロックの体勢か。さあチャレンジャーチーム、ここをどうしていくか。今度は結構冷静にいってますね。ああなるほどね。佐野さん、このチームディストラクション勝つとしたらどんなパターンなんでしょうね。まあ彼らの場合も荒削りな完成されてない魅力ですよね。何が飛び出すかわからない。アルケスパイク、まあ、完成されているのはチャンピオンチームのグレンタイであって、だから逆にその完成されていないのがいい方に行くのか悪い方に行くのか、これはもうどっちに転ぶか分からないという危うい魅力を持ったチームですよね。なるほどね。もしかしたらもう完全にマイナスになっちゃうかもしれないですしね。さあロープに送る、そうです。おお、放送席の目の前でやり合っている。おお、すごいすごいですね、淵さん、すごいですね、目の前ですか我々の。いやもう完全に喧嘩です。うわすごいですね。もうさあリング上も激しさ増してまいりました、エルボードロップ、まあ、少なくとももうタッグマッチになってないですよ。そうですよね、それぞれ方向で勝手にやってるという感じですよね。はい、もう2つの戦いがあります、場外とそしてリングの中。腕を取ります太陽ケア、これね、はい、うわーすごいですね、もう怒り心頭だ、すごいですね。もう1つぐらいまとめてなんか今ねえ、いやこのスワマ、おっと危ない、傘まで投げてますよね。いや福さん、このスワマの エキサイトぶりなんですがね、うん、ちょっと落ち着いた方がいいかもしれません ねかなり歩く打っています。はい、リング上でね、はい、やってた選手はやっぱりちょっとセコンドチがそのセコンドジャブで、ね、コーナーでね、はい、休まないとね、スタミナの配分というのはしょたくまち、先ほど、はい、大沢さんが言われた通りね、はい、来ちゃダメですね、ちゃんとダメージを、はい、直して、ね、しないとね、はい、スタミナの場合もペースを考えないで感情の赴くままにって感じですよね。福さん、でもこのペースはやっぱりチャンピオンのペースでしょ。いやもう全くそうです ねだから今言ったように感情に赴くままにやっちゃうとね、はい、まあ、ベルト取れないでしょう、ね、そうですよね、うん。まあ、長野さん、それも計算の上でのグレンタイの戦術、ただ逆にスワマにしてみれば感情の赴くままにやるのが俺のスタイルで、そのままぶっちぎってやるっていう意識もあるんでしょうね、はい、その方が意外に面白かったりしますよね、もしかしたらもうとんでもない力発揮するかもしれないですけど、まあリスクも大きいですよね。そうですね、ハイリスクハイリターンということでしょうか。ケア、淵さん、はい、ケアの体調はどうご覧になりますか。いや体調いいんじゃないですかね。いいですか、だってこのシーズンは今日だけですよね。そうですね、青森大会は唯一ね、休室には来ましたけど試合は。コブラツイストを解くんじゃなくて鈴木みどりに殴りかかってるんですよ。いや普通は近藤を助けるでしょう、もう完全に2つの戦いです。リング上で2つの戦い、このスワマ対みどり、そして近藤だ、ハイジャックバイルライバー、
もう試合になってないですよね、これね、ただこれではタイトル奪取はちょっと難しくなります。これあの両方ともダメージ食いましたね、はい、も今度もね、そうですね、ここはグレンタイのペース、バックを取ります。さあここからバックドロップ、変則的ではありますがバックドロップです。さあフォールの体勢に入ります。カウントはカウントはどうだ、2カウント、2カウント、だからこれタッチしてもスワマにダメージあるかなかなかできないでしょうね、はい、あしかしスワマのエプロンに上がります。おっと放送席が破壊されました、うん、我々も吹っ飛ばされてしまった。いや鈴木みのるにしてみれば、はい、まあ、今のところ作戦通りって感じなんですかね。そうですね、さて鈴木が締め上げます。鈴木が締め上げる、完全なるグレンタイのペースしてやったりか、これも予定通りと、そんな感じの鈴木みのるです。ちょっと佐野さん、はい、ディストラクション、チームディストラクション苦しくなりましたね。そうですね、まあ、ただね、近藤曰くね、はい、自分がやられてやられて、あのスワマにつなぐのが俺たちのチームだみたいなことも言ってましたから、踏ん張りどころですよね、これ ね、 なるほどね。さあ踏ん張れるか、腕を取りにブロックしに行くか、腕をひねり上げ鈴木、ここで太陽ケアにスイッチ、あーするともう鈴木はスワマだ、おー腕へのスクリューを見せました。安全なるチャンピオンチーム、グレンタイの術中にはまってしまった。そうですね、スワマが場外倒れたまま、川津垣から川津落とし、そして今度は正面からミドル蹴り倒します。最近この戦法好きですよね。そうですね、抑えます。カウントはどうだ、前哨戦ではチャレンジャーチームの2勝1敗有利に試合は展開してきたんですが、この本番、まあ、ただ前哨戦といっても、はい、要は鈴木みのる太陽ケア組じゃないですからね。そうなんですよね、こっちはあのディストラクションですけどね、さあコブラクラッチに取ります。太陽ケア今ようやくスワマが立ち上がったコーナーです。ちょっと頭を振っている。その間にさあここから表を向いて腕、いやケアの動きもいいですね、近藤のパワーを封じてますよね。そうですね、近藤が捕まってしまった。まああの菊池さん、あ今度は近藤、危ない危ない、腕しげ十字、ちょっと苦しくなりました。今度レフリーチェック、レフリーチェック、レフリーチェックと、さあスワマが中に入りません。さあその間に自分の有利なポジションも掴んでいく、チャンピオンの鈴木みなる、足届くか届かない、邪魔をしている太陽ケア、慌てて入ってきましたスワマ。フチさん、はい、ちょっと近藤が辛いです。そうですね、僕はちょっとこういうのはね、はい、ペースの試合になるとは、ね、思わなかったもんですからね、まあ、あの試合開始早々のあのスリーパーが流れをなんか作っちゃいましたよね。あ、なるほどね、あれでもうあのスワマ歯車狂っちゃったよ、そして暴走です。コーナーに今下がっておりますが、スワマペースがグレンタイのペース変わらず、対角線に送った、思い切って振ってケアが突っ込みます。さあロープに走ってケアの動きが実に、さあ今度はどうだ、あーベースバレーすごい、さあ今の瞬発力いかがですか。すごいですね、すごいですね、個々の力を比べるとね、はい、チャレンジャーチームは決して踊っていないと思うんですけどね。あとうまく歯車が噛み合えばいいんですね。そうですね、さあロープに送ったブラインドタッチ、後ろから、あーっとラリアット見事見事見事、ジャストミートです。もう一発一発の破壊力スワマンすごいですから、ありますからね。ダブルチョップ、
さあ諏訪間が前に出る、足キャッチ、アンクルホールド、アンクルホールド、ベッカルホートアンクルホールド。さあ絞り上げていく、絞り上げていく、ピッチさん角度いいと思うんですがね。そうですね、ああケアが入ってきました。近藤はどうだ、まだ倒れたままなんでしょうか。さあ1対2の局面だ。おお、チョップ、一人で頑張る諏訪間、今度は蹴り、後ろから羽賀締めにする、左、今度は左、左、さあ拳を突き上げた、右でも左でも打てるこの諏訪間のラリエット、まあ、こうやって勢いがいい方向に出ればね、はい、とてつもない力を発揮するんですよね。そうですね。さあここから投げに行くか、バックを取る、ここからスープレックスがある、投げたい諏訪間、こらえたい鈴木、どうだ、これは持ち上げる力すごいですよね。そうですよね、掴めばもうすぐに投げに行けます。やっとのジャンボ鶴田がそうであったように、さあ、さあここも立ちますね、あ、行かない、どうだ、お、タッチ行くと見せかけていかなかったということですね。タッチをしたと今見てしまいました。今度は正面から、ここでブライトタッチ、今度は太陽ケアです。おー、チームワークいいね。いいですね、やはりチャンピオンチームの方がチームワークは上でしょうか。さすがはチャンピオンチーム、3度目の防衛戦、世界タッグ選手権試合、正面から行く、あ、今タッチしたんだね、そうですね、早いですね、スモールは丸め込んで、スモールバッケージ、どうだ、小包み固めはカウント2カウントです。さあ膝、左右の膝が入る、あ、もう入ってきた、違うんだ、権利があるのは太陽ケア、実に弱い、これぞ石田選手が5人も6人になっている。藤さんうまいですね、チャンピオン、うまいですね、これは昔のずっとナンバーワンのね、はい、タッグチームだったあのスコット兄弟って言ったんですよ、はい、また藤原先生すいませんが、ジョージとサンデー、そうですね、それを放出させるんですか、しますね、だ昔の戦法なんですよね、実はブラインドタッチってね、今は使われないけども、それが現代に呼びが行ってまいりました。でちゃんと、レスラーにはブラインドなんだけどレフリーにはちょっと分かってる、ね、お客さんにも分かってる、なるほど。さあしかしここで今度は形勢逆転になるか、ここからさあアバランシュホールド、流れ式のアバランシュホールド、ローリングしてのラリアットです。一発一発の破壊力があります。チャレンジャーチーム、チームディストラクション、この荒々しいファイトが魅力的、荒削りではありますが、いい方に左右すれば面白い。鈴木がスリーパーで取る、鈴木のスリーパー、スリーパーホールド、近藤に向かっていく、ザ・オレンジダルマを見ているか、打った打った、今度は蹴りが入る、ダリアット諏訪間、4選手ダウンです、リング上。さ あ、 あ今度は今場外に一旦下がります。これは今権利はあるの誰と誰ですかね、近藤ですか、今どうですか、今どうなんですかね、これ諏訪間かな、諏訪間とケアじゃないですかね、ケアなんですか。さあ鈴木が今放送席です、なだれ込んでまいりました、それだけ死闘を物語っている。さあ今度は近藤が耳をちょっと切っているようだ、ランザルザル、近藤は耳から血を流している、抑えた、どうだ、カウント2カウントは2カウント。しかしこれは諏訪間近藤ちさん本当タフだね、2人ともですね。さあここでまあ本当にタイプは違いますけど、はい、平成のブルーザークラッシャーみたいな、ね、あ、なるほど、破天荒なコンビですよ ね、 そうですね、ブルーザークラッシャー組みたいにスコット兄弟ですか、そうですね、なるほどね、もう現代平成に読み上げてまいりました、この素晴らしい2チーム、すごい本当にもうね、はい、おー、ここはケアがちょっと頑張る、ケアも非常に体調がいい、バックを取った、どうだ、投げた、凄まじい角度、投げっぱなしのジャーマンでした、すさまじい角度。15分経過、本当あっという間の15分だね、そうですね。さあ今度はこラリアット、キングコングラリアットがどうだ、すごいですね、さあこれでしかしチャンピオンチームもカットに入る、今度は諏訪間場外に送り出した、今度 も完全にヘビー級ですよね、いや本当ですね、ラリアットやってるとね、
もうジュニアヘビーではありません、完全にヘビー級選手。ヘビー級ですね、はい、もう無差別な戦い、ボヨ今度はスリーパー、あースリーパーネックロック、うん、合わせて今度は逆、あーネックロックスリーパーだ、あーこれはつらい、いやこれこれはちょっとね、まあ去年ねベストタッグを取りましたよ ね、そうですね、チームはね最優秀タッグチームでやりました、ちゃんと対戦の組み合わせを分かっててスイッチしましたよ、ね、素晴らしいですね、どうだどうだどうだ、近藤が危ない、近藤が危ない、沈みそうだ沈みそうだ、ネックロックはこっちも危ない、こちらも危ない、こちらも危ない、完全にアシストをしている鈴木、そして締めている太陽ケア、このフロントネックはね、あのスワマもかつてね、失神させられましたよ ね、 そうですね、フロントネックロック、これは効いてしまった、これは効いてしまった、落ちるかもしれない、しかし足でロープを探ろうとしている、無意識に探ろうとしている、探れるかどうだ、その前に落としてしまうかもしれない、どうだ、あっと危ない危ない、これはちょっとまずいですね、レフリーチェックしてるね、そうですね、チェックしてます、まだ動いてますね、はい、今度ね、抜けるか、足が届くか、ロープブレイクエスケープ、さあ淵さん、はい、ガゼンチャンピオンチーム有利になってきました、すごいですね、チームワークいい、本当にコンビネーションいいですね、チームワークか、それとも荒削りか、今度は両サイドから行くケアと鈴木、蹴りとチョップ身の当たりを捉えました、後ろから行きます、スワマ、スワマバックドロップ、いい角度、へそで投げた、どうだ、ラストライドで取る、近藤決めろと、今のは一発、むちゃくちゃですけど強いですよね、すごいですね、一発一発がね、破壊力が凄まじい、いやあの鈴木のね、はい、スリーパーを我々も食って、はい、このパワーだからちょっと、いや凄まじいパワーですね、そして耐久力、びっくりしましたね、はい、近藤決めろと、あしかしそれをカットする、あーショートレッジ、泡を吹いた太陽ケア、ケンガカメラリストだ、さあここはどうだ、カウントは2カウント、王者の意地、スワマが抑えている、スワマが抑えている、近藤に薄めて任せる、さあ健康に一滴、ダメだ、どうだ、ここからラミドリースープレックス、これもかました、うわ今の角度ちょっときついですね、きついですね、今度は太陽ケアの番だ、ブレーンバスター決まったか、あーカットに入ります、まだわからない、小佐野さん分かりませんね、いや分かんないですね、リズムに行くのはチャンピオンチームなんですが、ですね、挑戦者チームは一発の、ね、威力がありますからね、はいはい、さあここでケアが上げるか、スワマが正面から行く、これをかわした、場外に送り出した、さあここはチャンピオンチーム、さあジョッチ式のパイルドライブ、これが完璧に決めた、仕掛けが早い早い早い、仕掛けが早い、担ぎ上げた、 TKO 抑えた、カウントが見ようと2だ、カウント2をよく返しました、20分経過、よく返したね今の、もうジュニアじゃないな、ジュニアじゃありません、立派なヘビー級担ぎ上げる、さあ TKO、どうだ、受けてみろ、カウントミット、いやすごい試合だったね、いやもう全く対照的なチーム同士のね戦いでしたけど、いやハラハラしましたね、本当ですね、いやまず伺いましょう、小佐野さん、はい、いかがでしょうか、いややっぱりね、はい、チャンピオンチームチームワーク、はい、そして鈴木のこの表情がね、ましてやったんでしょうね、
はい、いやだからの前でした。ある意味ね、完璧なタッグチームなんですよ、はい、でそれに対するね、はい、近藤と諏訪間、はい、めっちゃくちゃなチームなんですけど強いと、とにかくあだからこれがあんまり上手いチームになってもね、諏訪間と近藤つまんなくなっちゃうだろうし、はい、兼ね合いですよね、そのね。いや本当ですね、まあさ、淵さん、あのね、はい、これやっぱりちょっとチームワークで今日負けた部分がかなりあるんですよ。ちょっとこの世界タッグのチャンピオンはね、はい、進化してますね。進化してる。あ、去年ベストバウト、ベストタッグチーム生まれたでしょ、はい、それ以上に進化してます。この2人がベルト取るのは容易なことじゃないね。そうですね、うん、3度目の防衛成功です。チームディストラクション、福さん、どうご覧になりましたか、はい、諏訪間とこの近藤。勝者で言ったら僕はね、はい、さっきも言ったんだけどね、はい、引きを取らないと思う。あーあー、チーム力も紙一重になってきてるんですかね。まあいい意味で言ったら若さで、はい、やはりちょっとこのチームワークがそれをちょっとやらないことには、はい、この鈴木啓也君からベルトを取るのは容易なことじゃない。あーあー、まあ今はもう、まあ、悔しいけどね、さっきね、はい、下を出されてあれだったら悔しいけど、このキアと杉のチームは、はい、今一番でしょ。強いですね。そして長野さん、はい、繰り返しになりますけれども、はい、諏訪間と近藤は、はい、この荒削りなままでいってほしいっていう、そんな気もするんですよね。いや、荒削りなままっていうか、その魅力を失わないで持ちながら、どうやってチームになっていくかですよね。今全く融合しない、バランバランになって強いんですよ、はいはい、で鈴木みのと太陽ケアっていうのは2人ともすごい役の強いレスラーなのに、いざ組んだらチームワークの素晴らしいチームになっていたっていうね。いやすごいですね。いやすごかった。いや歴代のチャンピオンの中でもチームワークとしては凄まじく完成されてますよね、このチームはね。コンビネーション、まあ、びっくりしましたね、そしてこの牙城を崩すのは本当に富士さんね、容易ではないわけですね。いや誰がこの牙城を崩せるかっていうのはね、あのね、私がもう一つ、あの最強タッグね、はい、優勝できなかったでしょ、やっぱそれもかなり悔しい部分があって、その時よりも本当にまだ進化しているという部分が本当にあります、はい、あーなるほどね、どんどん強くなってるんですね。すごい、いやー福さんが驚いています、うん、いやこのチームワークはね、はい、天竜アシュラハラの流言法以来だと思いますよ。チームワークを使えるチームっていうのは、ね、なるほど、世界タッグ防衛です。